ねえ、携帯落としてケース壊した。ちょっとさあ、今日は何のお仕事だったでしょうか。さっき7号ね、自己名に返っちゃったんだけど、何のお仕事だったでしょうか。ウェットティッシュがもうカスカス。正解、千葉県でした。千葉県まで行ってきました。今日はお邪魔しました。お邪魔しました。千葉は都会ですね。まあまあ時間かかったよ。まあまあ時間かかった。大都会、でも都会だったら普通に駅の中いっぱいあったから買い物したかったくらいですけど。あ、そう、メンバーたくさんいました。今日もてかありがたいですね。私すごくいっぱい呼ばれてます。千葉、千葉バッチコイあのもう今回で3回目ですね、千葉。いや、ピーターパンね買えなかったんだよね。近いのトマセリー食べ、誰がいたかというと、ハマセリー餃店、カレンちゃん、レイちゃんです。今日分かんないけど、今回はどうだろうな、面白かったかな、ちょっと疑問。言っちゃっていいのね。いや、いいって言われてるから大丈夫。手応え、手応えっていうか、なんか、まあこれはオンエアまで待ってほしいオンエアまで待ってほしい。前回なんだっけ、あれか、いちいちじゃんけんのやつか。でバチコイでちょっとテーブルの交換ができてないので、今からやります。明日の朝に。明日の朝届けてもらいます。6日だよね。夜ご飯は食べてきた。今日のお洋服ね、可愛いんだけど若いかもしれない。私はもう最近大人っぽい服を着たいので、なんかつながってるんだけど、ワンピースみたいな。若いよね、ちょっと。あったかくはない。あったかくはない。寒い。シャツ生地今届くって感じだけど、かわいいよね。でもピンクだし、
女の子っぽいです。あ、まあ若いんだけどね、実際はね。普通にシャツ生地だからちょっと寒いっていうのはありますけど、ただいまー。夜毛布かけてる。まだ毛布をね、ちょうど今日洗濯しようと思ったんだけど、朝時間なくて、朝やろうと思ったんだけどね、なんかいろいろやることいっぱいあってショールームできなかった、ごめんね。ただこんな時間になっちゃったけど、すいませんすいません。寒くね。あー、でもモコモコの布団カバーだからモコモコのパジャマ着てるし、しーちゃんのストーリーめっちゃおもろい。そしてこのキレキレボーイは中断リハ始まった時に、私が後ろの端で絶望して全然ついていける感じないのを見つけてくれて、大家さんあれだったら別でやりますか、悪い意味じゃなく大家さんならバリバリに踊りまくるって感じじゃないと思うから僕も体力的に付き合いますよって言ってくれたやさおです。おかげでなんとか、本当にありがとう。マンツーじゃなかったら私ももうやらないってなってきます。お菓子あげちゃうめっちゃおもろい。このさ、このダンスの先生の名前みんな知ってるよね。この前17でも出てたよねいつもしーちゃんのストーリー載ってんのおもろいおもろ、出てたよね。名前言ってんのかな、わかんないけど、めっちゃダンスうまいです先生。マホピョン、ん？双子の弟、あ、そう、びっくりした。マホピョンが双子かと思った。三つ子やんと思った。そういうこと。見てないからわかんない。いや、わかんない。私もちゃんと見てないからやめとこ、名前出すの。うーわう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 わ。かゆ。今日も漏れちゃったんだよね、インスタ見て自然光乗っけようかな。でもまた自撮りかーってなっちゃうんだよね。あ、これはまた別日乗っければいいのか。とりあえず今日のインスタなんか乗っけよう。何しよっかな、親友ちゃんとの写真でも乗っけよっかな。プリクラか普通の写真どっちがいいですか、親友との写真。
あやとりしね、ツイッターも見てくださいね、ぜひと。みんなプリクラ嫌いなんだねプリクラ嫌いなんだね、みんな。ちょっとだけ編集したら、ちょっとだけ加工します。そっか、自然体ね。もうでもこの顔、マリアのカメラだと加工ギャンギャンだからね、これ全然私っぽくないと思うよ。私っぽくないと思う。もしのマリアちゃん、久しぶりに。大人になったね。あ、支払わなきゃいけないな、忘れてた。明日でいいか。明日は8公演が2公演ありますね。私は出ませんが、みんな頑張れ。今日も明日頑張ろうねってみんな言ってて、でもいいなって思いながら、そういえばゴミ箱買いたいんだ。ゴミ箱テーブルじゃない、ゴミ箱テーブルってなんやねんって。30リットルってでかいかな。でも私のゴミ袋20リットルだから30リットルもいらないってことか。40センチってさあ、でかい？これ30、こんくらい？9。一人暮らしどんくらいがいいですか、ゴミ箱の大きさって。2つ欲しい。
ゴミ、普通のゴミ用とあのペットボトルとかの方、え、20リットルが大きいよって話してる今。900、ゴミ袋100均に売ってるやつだから20リットルかな、20って書いてる気がする。こう何か24時間ゴミ出し可能だから、ペットボトルと缶とかは全部一緒の袋に入れていつも下持ってって、そのままなんか分別してる下で。燃えるゴミだけは燃えるゴミでやってるんですけどね。あ、10日の劇場もね、当落出てるみたいで、来れる方は楽しみに待っていますね。え、20リットルでいいかな、40センチ。100均のゴミ箱、ちょっと待ってゴミ袋見てくる。5リットルだ、大きいよ。ほら見える？45リットルある。だったら30リットルとかの方がいいかな。大きいかな。大きいかな。いや、私溜めちゃうよ、めっちゃ。大きいやつか。あ、大きいの買わなきゃいいだけか。ゴミ袋でかい。え、溜めちゃうんだよねゴミ。そっか、じゃあ、 あのサイズ、まずゴミ袋のサイズを変えましょうってことだね。じゃあ20リットルでいいかな。大家族よ、買ってた、ね、溜める癖があるから。え、じゃあゴミ箱20リットルでいいと思いますか。毎週出すなら20リットル。まあでも大きいゴミ箱だとやだよね、家に。20にする。20、2つ買うわ。ライトグレーってこれ白じゃないのかな。じゃあ20リットルを2つ買います。あとなんか買うものないかな。ないか。うわー、姿見欲しいんだった。どこに置こうって感じなんだけどね。ドア掛けミラー、どうやって掛けんの。え、すごいけど掛けれるかな。え、ドア掛けミラーってすごいね。ね、すごいねそれ。でもね、どこに置こうって感じなのよ、鏡買ったところで。え、玄関に置けるとこないんだけど。姿見ないないない、置けない玄関に。玄関置けないよ、鏡ついてないのよ。ピアノドアね、ちょっとさ、どうしたら。でもドアにかけるのいいね。
クローゼットにかけたかったけど、クローゼットの真ん中にこのドアの、あの取っ手があるんだよね。確かにね、やっぱ置くものの方がいいかな。ハンガー付きスタンドミラーストレージ、もう便利、便利だけどそんな幅ないよな、そんな幅ない。キャスター付き、あでもうわあうわあとか言って、それかあのトイレの前のとこにかけるか。立てかける方がいいかかける方がいいのか、どっちがいいかね。迷っちゃうね。なんかバグったんだけど、移動させたりしない。でも確かに部屋に置いたら邪魔っちゃ邪魔だし、かける方がいいかもしれないって思ってきた。かけるのでもめっちゃ便利じゃない。ドアかけミラー、高さ120センチ。これにしようかな。なにこれ、すごい。でもこの人ちょっといい感じじゃない？ほら、確かにちょっと考える。あでも白あるのでかいな。でも鏡を欲しかったから買っとくの便利な気がする。うわめちゃいいわ、買う買う、安いしね。寝室って怖いから、あの靴箱の方か、靴箱の方がいいよね。トイレの方かどっちかします。に明日は久しぶりにオフです。ちょっとお買い物したくて、お買い物行くかなって感じ。久しぶりにオフってか、久しぶりに予定がないのって言ったらいいかな。出かけるっていう予定はあるんだけど、そうやねんそうやねん。ねえ土曜日だから混んでそうだね、いろんなとこ。混んでそうだね。うん、またショールームゆっくりやるね。明日はちゃんと時間作るわ。かな、昼もしかしたら準備配信するかもしれないけど、うん、うん、お洋服見に行ってくるまた服かよって。でも何かと私結構予定入れちゃってるから、人と会う予定寂しくて。まあでも来週は公演もいっぱい出るので、まあちょっとその頑張ろうって頑張ろうっていうもので服買いに変えたらいいなって思ってます。ね、来週こそ会いに来てください。でも公演の、だって公演って何日前に発表されるんだよ、出演メンバー。10日の出演っていつ発表されたっけ？2日
2日とか3日とか楽しんでくる。うん。うん、13日の明後日かな。結構ギリギリなんだね。うん。まあ13日出るか分かんないんだけど。なんか今日はなんか見よっかな。僕はポーチピアサムニーだ。映画見ようかな、なんか今日。糸入ってる、糸入ってる。みんな見た方がいいよ、糸。アマプラで。アマプラに糸入ってる。糸。なぜ巡り合うのかを、鉄。やったね。でも私あれが見たいんだよね、めっちゃ。花束みたいな恋をしたがめっちゃ見たいの。見たんだけど。そう、鬼滅もまだ読めてなくて。あ、鬼滅読もうかな、今日は。鬼滅読もうかな。雪の花も見たい。今年最初。偉いから彼女は綺麗だって見始めた。偉い、本当にキュンキュンするから。でもね、最初のね4話くらいまではね、ちょっとずっと私はイライラしてた、もうってなってたけど、もうね後半に行くにつれてもうって感じだから見てほしい。見てほしい。だから5話から見るか、5話から見ても分かんなくないけど、でも本当にそれまではすごいね、うんって感じ、もどかしい。あ、これめっちゃ見てみたいんだよな。僕は妹に恋をするって、松本潤さんと飯倉奈々さんのやつ。結構昔、2007年のやつ。私がまだ6歳の時の映画だ。面白いかな。パラビとか今何があるんだろう。禁断すぎるよね。私禁断な恋好きだから、非現実的な恋愛めちゃくちゃ好きかもしれない。2007年なんて遅いだわ。でも小学1年生2年生かな。だからカンドラみたい。カンドラ、うわ、花のチャレ終わっちゃったな。見ようと思ってたら終わっちゃった。
キムシまだ見てない、見たいんだけど見る気がまだ起きないんだよ。だってコンクールのドラマ一個も見てないのやばいよね。なんか見てますかみんな、今のドラマ、コンクールのドラマ見てない？かゆ。あー、真犯人フラグ気になってはいるんだよな、気になってはいるんだけど、もう1話見逃しちゃったらもういいやってなっちゃうのよ。よくないよね。面白いんだな、濃いですね。災害も気になってるんだけど、今日食べたゆずうどんが美味しかったな。ドラマのタイトル星ばっかり。うどんとかそばの柚子苦手なんだ。嘘、美味しくない？逆に何の柚子がある？やばい、ランキング見ます。先に13位マジバラちゃん、12位茨城の大マットマークなとりどんさん、11位マイキーアットマーク、今日も安定かわいいお仕事お疲れ、おやすみさん、10位天守閣さん、9位まぼろしさん、8位中心アットマークさやりんさん、7位ゆきたんアットマークなちゃん大好きなとりどんさん、6位中心アットマーク超大盛りなとりどんさん、5位ペロペロチーノさん、4位 TK トンからアットマークタイのなとりどんさん、3位ユーアットマーク特製エンネムなとりどんユーのおやすみさん、2位コバットマーク群マニアさん、そして1位がゆうきさんです。ありがとうございました。ありがとう。とりあえず私はお風呂に入ろうかな。あ、そうだ、滑舌やんないと。いきます。今日の滑舌直し、イエーイ。何からやろうかな。いきます。ダゾザドドザドザ、ダゾザドドザドザ、せーの、右目右耳右耳右目、右目右耳右耳右耳右目、右目右耳右耳右耳、せーの、右目右耳右耳右耳、せーの、右目右耳右耳右目、右目右耳右耳右目、右目右耳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 、せーの、生バナナ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 、え、ちょっとできたんじゃない？右目右耳右耳右目右目右耳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 右目、あー悔しい。また明日も頑張りますね。昨日よりこんな一日で変わるもんかな。
ということで今日も見てくれてありがとうございました。ごめんねちょっと短くなっちゃったけど、また明日お会いしましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。バッチコーイ。